この日オンラインで行われたのは IoT 技術を生かしたアイデア作品のグランプリを決める全国大会。8つの地域をつないでプレゼンが行われました。大学生と社会人が組んだ徳島代表チームが開発したのは自動目玉焼き器。サーモグラフィーを使って卵に限らず様々な食材の焼き加減を数値で管理するシステムです。焼き上がりは LED や音、文字表示で通知。料理をしながら別の作業ができる利点を実演で PR しました。これで焼き上がりというふうになります。私たちはフライパンと食材の温度を区別し、食材の温度のみを取得することに成功しました。サーモグラフィーの利点は非接触で温度を測ることができ、洗う必要がないことです。食材の全体の温度を取得できるため、より美味しい料理を作ることができると思います。大学生の僕たち3人は今年4年生で、ちょっと卒論とかですごい忙しかったんですけど、みんな隙間時間を使ってちょっとこうみんな楽しく、美味しい焼き加減は何度かなとか、どれぐらい焼いたら一番美味しくなるのかなというふうなことを試行錯誤しながら作っていったので、この経験は絶対に将来社会人になっても役に立つと思います。すごいいい経験でした。審査の結果、今年度は勉強や仕事への意欲を促すシステムを開発した鳥取県のチームがグランプリを受賞。毎年エンジニアの卵たちによるたくさんのアイデアが誕生しています。